さて舞台を兵庫県の尼崎市体育館に移しました NWA 世界ヘビー級選手権の第4弾世界チャンピオン馬場のチャレンジャーは NWA のタイトル運営委員会の指名によりまして全チャンピオンのハリーレースとの間で三度争われます。第55代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンジャイアント馬場にとりましては今夜2回目の防衛戦でございます。まず挑戦者のハリーレースが入場してまいりました。ハリーレースにとりましてはこの来日は誠に不運の来日となりました。松本大会ではジャンボ鶴田と引き分け防衛に成功したものの名古屋大会で宿敵ジャイアント馬場にタイトルを奪われました。そして串間大会でも馬場の前に屈しましてタイトル奪還なりません。今夜馬場には2度目の挑戦であります。そして反対側の花道からは世界チャンピオンのジャイアント馬場選手が入場してまいります。第55代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンの入場であります。今夜2回目の防衛に成功いたしますとジャイアント馬場の輝かしい戦歴に新たな1ページが加わります。第49代の時には2回目の防衛戦でジャック・ブリスコに敗れたわけです。いつまでも世界最高峰のベルト NWA 世界チャンピオンベルトを日本に残してもらいたいというのが日本のプロレスファンの切なる願いであります。今ゆっくりと貫禄十分の表情で第55代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン堂々入場してまいりました。ジャイアント馬場、ジャイアント馬場の入場であります。NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチ試合に先駆けまして挑戦者ハリーレースに花束が、ジョー樋口レフリーに花束が、そして世界チャンピオンジャイアント馬場選手に日本テレビから花束が贈られました。これよりタイトルマッチ宣言でございます。読売テレビの塚本明貞運動部長によりまして選手権宣言が読み上げられます。認定賞、この試合は NWA が認定する NWA 世界ヘビー級選手権試合であることを宣言する。1979年11月7日ナショナルレスリングアライアンス会長ボブ会議の代読。タイトルマッチ宣言が読み上げられました。続いてチャンピオンベルトの返還でございます。連綿と続きます NWA の世界ヘビー級の歴史に2度もジャイアント馬場の名を刻み込みました。世界チャンピオン、世界のジャイアント馬場、2度とハリーレースに渡してなるものか、心中そう思っていることでしょう。ジャイアント馬場であります。これより両者紹介です。本日のメインイベント NWA 世界ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナー挑戦者255パウンドハリーレース日を追って非常に厳しい表情になってまいりました。 NWA のベルトをアメリカへ持ち帰ることができるかハリーレース。320パウンドジャイアントバーバー今夜2度目の防衛戦、果たしてタイトル防衛記録を伸ばせるかどうか、ジャイアントババであります。今夜2回目の防衛戦を迎えました NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャイアント馬場、今夜も NWA のタイトルマッチ改正ルールで勝負は行われます。60分の一本勝負、反則勝ちでもタイトル移動、そして場外は10カウントという改正ルールであります。 NWA のオフィシャルレフリージョー樋口レフリーが入念な両選手のボディチェック、注意が与えられました。さて60分の一本勝負、ジャイアント馬場2回目の防衛戦、ハリーレースはジャイアント馬場に2度目の挑戦であります。さあ田澤浜さん、はいはい、いよいよ始まりましたが、過去2回の試合ともですね、馬場の挑戦試合、それから馬場の防衛試合、はい、もう本当に、おっとちょっと待ってくださいよ、シュミット式のバックブリーカーだ、ワンハンドバックブリーカー、おっとこれは挑戦者ハリーレースが見せました。ワンハンドバックブリーカー一発目を敢行いたしました。チャレンジャーのハリーレースであります。から初めからとにかく積極的に出ましたね、ハリーレースは。そうですね、はい、先制攻撃を見せました。過去2回の立ち上がりとちょっと違いますね。違いますね。そうですね、今までのところはね、はい、過去の成績にしても、はい、2回の試合にしても馬場選手の方がね、はい、私は6分知るで良かったと思うんですね。そうですね、今後もねチャンピオンになればいろんな有利があるし心理的な問題があるので、現在のところ馬場君の防衛の方がずっと有利ですね。馬場の表情が歪んでいます。思わぬ先制一打によりましてちょっと劣勢に立ちました。チャンピオンの世界のジャイアント馬場であります。第55代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、そして馬場がいい体勢に持ち込もうとしてるんですが、しかしがっちりと首を取って離しません。チャレンジャーのハリーレース、
ハリーレース今度はとにかく積極的な意欲を見せましたね。本当ですね。まあ、ハリーレースはこの来日スケジュールを見てみましても、来週の放送でお送りする後楽園ホールからのアブドラズブッチャーとの特別試合だけしか残ってませんからね。そうなんですよ。本当にもう最後の最後というような感じがいたします。チャレンジャーのハリーレース、裸締めに行きましたチャレンジャーです。今夜も串間大会の時と同じように、奥さんのイボンヌ夫人とそれから9歳になります坊やがこの試合を観戦中です。串間大会の馬場に対する挑戦試合の時にもこの奥さんと子供さんが見てきたんですけれども、配色が濃厚になると坊やを抱きかかえるようにして控え室に戻っていきました。やはり父親の負けるところは見せたくないんでしょうね。そうですよ、それはね、果たして今夜はそのお父さんの嬉しい表情を見られるかどうか。イボンヌ夫人とジャスティン・ボーヤです。9歳、ジャスティン・ボーヤは、親父の子は、まあ、カエルの子はカエルというんでしょうか、アマチュアでレスリングをやっているとこのように聞いています。さあチャレンジャーのハリーレース、がぜん調子を出してまいりました。2回目の防衛戦、さあジャイアント馬場がここで一気火星に攻める込むか、ショルダースルーで落としました、ショルダースルーで落としました。そしてジャイアンチョップを見舞います。チャンピオン、世界のジャイアント馬場、大きく持ち上げて角度がいいぞ。この2回、過去2回の対決におきましても非常に抱え投げが、落差の大きい抱え投げが見事に決まっておりました。ジャイアント馬場であります。さてこのジャイアント馬場なんですけれども、はい、第49代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンになった時にも、7日殿下で、ま、タイトルを奪われてしまったわけですけれども、今夜がちょうどですね7日目に当たるんですね。いや、それだけに余計ね、はい、これはどうしてもキープしたいでしょうね。そうですね、渡してもらいたいし、可能性は私はあると思いますね。まあ、この2回目の防衛、しかも防衛の日が7日目というこのジンクスがですね、はい、今日と出ないで吉と出ればいいんですがね。そうなんですね。でも今までのところね、初戦ハリーレースが非常に積極的に出たが、はい、馬場選手の方はですね、むしろやっぱり馬場ペースですね。これは馬場ペースですか、はい、なるほど。今日は積極果敢に飛び出しております、技を出しておりますチャレンジャーの、ハリーレースです。さあ世界のジャイアント馬場がここでようやく自分のペースをつかみかけましたが、さあロープを大きく使います。さあ何を持っていくか、おっとそのまま体当たりだ、そのまま覆いかぶさったが、さあカウント、初めてのカウントが入りました。今の自分の体を合わせた技はいいですね。はい、いいですね。体力に物を言わせました。そして川津落としから川津掛け、川津掛け、さあ得意技を早くも敢行いたしました。世界のジャイアント馬場、防衛なるかどうか。防衛なれば自らの NWA の世界タイトル2度防衛新記録ということになります。そのままもう1回抱え投げに持っていきました。今回のね、はい、馬場選手のね体調ってのは実に素晴らしいと思うな。なるほど。この人の長所のね、足がいいんですよ、これはね。そうですね、足の良さと懐の深さっていうものをね、はい、十分に発揮してますね。そうですね、まあ、おっしゃる通り技のキレ、それから軽快なフットワーク、動き、インサイドワークのうまさ、さらにまたコンディションの調整、いずれを取りましても現在のジャイアント馬場は最高の状態にあります。そういえば馬場選手が PWF のヘビー級のタイトルを取った時が47年の10月22日から48年の2月の27日にかけての10番勝負で取ったわけですけれども、その時の相手がブルーのサンマルチのテリー・ファンク、それからアブドラザ・ブッチャー、ザ・デストロイヤー、そしてスナイダー、ドン・レオ・ジョナサン、パット・コーナー、ボー・ブラジル、こういう世界の強敵を相手に10番勝負で初代の PWF の王座についたわけです。その時にも心身ともに絶好調でしたジャイアント馬場。やはり立山さん、はい、大きなタイトルをものにするときはですね、はい、そういったものが全てが噛み合ったときでなきゃ取れないんですね。そうなんですよ、はい、コンディションのね持ってき方が実にやはり馬場選手はうまいですね。そうですね。それでなんといってもこの人の足腰の強い間はね、これはもう大変なね武器ですね。はい、勝負はタイトルマッチ5分が経過しています。しかしまあ世界最高峰を極めた同士の対決だけに本当に一瞬の隙が大事です。過去の2回の試合を見ましてもですね、はい、このジャイアント馬場が挑戦した試合は、ジャンピングネックブリーカードロップで取りました。それから初防衛の時にはバックドロップでしたがね、両者ともに得意技を仕掛けたその一瞬の隙をつきましたね。そうなんです。さあチャレンジャーが、おっとこれです、バックを取る、うまく今回もバックを取ったが、バックドロップ、バックドロップ、バックドロップ、あーこれは1回目の防衛はこのバックドロップで成功させました。さあカバーの体勢どうだ、2回目の防衛なるか、返します、チャレンジャー返します、ハリーレース返しました。
さあここはもう追い打ちをかけます。勝機をつかみました。チャンピオンのジャイアント馬場であります。2回目の防衛戦、フライングメイヤー首投げ、自分のペースに取りに行きます。さっき私が申し上げたこの一瞬の隙ですね。そうなんです。先ほどのバーディカルスープレックス、ブレンバスターはこのハリーレースの得意技なんですけれども、一瞬の隙をついて後ろに回りましたね。そうなんですよ、相手側のね得意技の裏を取る、はい、いわゆるこのマッハのタイミングとで言いましょうかね。そうなんです。相手が得意な技を打ってきた時にはですね、一瞬空白状態が見られますからね。 そうなんです。その一瞬の隙をついて返しました。ジャイアント馬場のうまさです。オールテーズに習ったというんですね、はい、あそうなんですね、うん、まあ、過去いろいろとこう辛酸を舐めました。過去の19年間のキャリアがこの大試合で爆発しています。さすがに馬場ですね。馬場ですね。この世界最高のタイトル、 NWA の世界ヘビー級のタイトル、やはりこの力だけではなくてですね、はい、過去のキャリアがいかに大事かということを思い知らされましたね。そういうことですね、はい、それとね、歴代のチャンピオンの中で、これだけね腰足腰の強い人はないですね。なるほど。その点だけは抜群だと思いますね。その足腰ですけどね、過去2回は、挑戦試合、それから初防衛戦の試合、ジャイアント馬場の得意とする32門ロケット砲がちょっと決まりませんね、決まらないけれどもね、またそれが一つの大きな不気味なね、脅威になってますね。ははそうですか。ま、先ほどの田澤さんの発言ではありませんけれども、初防衛先週お送りいたしました。宮崎県の串間大会の時にバックドロップを打つ瞬間、ジャイアント馬場選手は昭和39年の2月の大6日、デトロイトオリンピア、スタジアムでルーテーズに挑戦して敗れた試合を一瞬思い出して、その瞬間の隙をついてルーテーズに取って切られたバックドロップを見事に見せたと試合の後語っておりました。そうでしょうね、テーズのまた最もそれが得意なところですからね。そうなんですね。レスリングってものは要するに相手の得意技の破綻、はい、返し技にあるんですからね、そうなんですね。これが妙味ですよ、はい、そこがこのプロレスの面白さですね。そうなんです、さて頭をがっちりと取っておりますチャンピオンのジャイアント馬場であります。さあがっちりと首を取っておりますが、どうやらリングサイドにジャンボ鶴田選手がこの試合じーっと待っておりますけど、ちょっと待ってください。チャレンジャーの攻撃です。チャレンジャーの攻撃、さあバックを取った、もう一回アトミックドロップで返す、取られた技には取った技で返します。ジャイアント馬場です。目がランランと光っております。さあチャレンジャーのハリーレースがもんどりと打ちました。頭をちょっと打っております。頭というか額の部分を打っております。リングの中におりますのはジャイアント馬場。今日も改正ルールだ、テンカウントでチャレンジャーリングの中に入りませんと負けます。タイトルをアメリカに持ち帰ることができません。今回の来日ではこれが最後。来週の放送ではアブドラザ・ブッチャーとの特別試合が組まれておりますだけに、 NWA の世界タイトルはこれが最後。さあ今度はロープ越しにジャイアント馬場がリングの中に引きずり込んでまいりました。ストンピングの体勢です。ストンピングに出ましたチャンピオンのジャイアント馬場。さあ145キロ全体重を乗せました胃袋のあたりです。一瞬呼吸が止まりますね。この技はいいですね。そのままカバーの体勢だ。決まるか、決まらない。あ、よく返した。ハリーレースも返します。さあこのあたりは両選手の動きが非常に活発になってまいりました。またしてもフライングメアでリングの中央にいい位置に取り戻しました、ジャイアント馬場です。それでは一つジャンボ鶴田選手に聞いてみましょう。ジャンボ鶴田選手、はい、どうですか今馬場選手の動きを見てて2度目の防衛なりそうですか。そうですね、最初からねでかい技出してるんでね、調子はいいと思いますよ。だけど、はい、ハリーレースもねやっぱチャンピオンですから、やっぱし1回2回はその手を食ってもね、3度同じ手は絶対食わないと思いますね僕は。なるほど、その辺が難しいと、そして、まさか、カズンが来てるでしょ、はい、でその前でやっぱし一生懸命やってですね、必ず防衛して変えたいと思ってるんじゃないですか。なるほどね、はい、まあ、いいところを見せたいということで、はい、やはり相当その今日のハリーレースは警戒を要するとそうですねいうことは言えますか。ちょっとありがと思いますね。こういったところです。読売テレビの竹山アナウンサーにリングサイドにいますジャンボ鶴田選手に戦況をちょっと聞いてもらいました。さすがにジャンボ鶴田も冷静に判断してますね。判断してます、まだまだ油断大敵だということを語ってますね。さあ再び試合に戻しましょう。リングの中央であります。まあ馬場選手としてはね、要するに、引き分けに持っていけばいいんですからね。はい、そうですね、無理しないで、危ないことはやらないで、はい、ぜひこれは引き分けにでも持っていってほしいですね。うん、しかし、それでアメリカサーキットをやってもらいたいと思います、はい、そうですね、
まあ、NWA のタイトル運営委員会の指名によりまして NWA の世界ヘビー級の選手権次期開催地はテキサス州のダラスということが決まっております。まあ、当然ジャイアント馬場選手もアメリカ遠征行くつもりでありまして、すでにもう馬場はパスポートを試合用のカバンに入れております。ダラスの暑い日になりますよ、はい、これは本当ですね、うん、大いに、まあ、長いことこの NWA の、ヘビー級のベルトをずっと守ってもらいたいですね。そうなんです、はい、そうしますとこの今話を伺いましたジャンボ鶴田にしましても、はい、もう一回ジャイアント馬場に挑戦というチャンスもありますからね。あ、そういうわけですよ、はい、戸口もそれを狙ってるでしょうしね。そうですね。そして日本のファンもずっとこの NWA の世界ヘビー級のチャンピオンベルトをジャイアント馬場に守ってもらいたい、これが願いであります。さあジャイアント馬場が生き返りました。逆水平でまたしても場外に突き落としました。馬場好調です。相変わらず馬場好調であります。今夜は NWA の世界ヘビー級の選手権試合2回目の防衛戦ですが、これは馬場の長い足首を持ちまして場外に引きずり落としました。そしてこれです、場外でのパイルドライバー。ジャイアント馬場は体重があるだけで返した。さすがに冷静馬場、世界チャンピオン馬場、うまく切って返しました。ジャンボ鶴田は場外での勝負の時にはこのパイルドライバーを、それからブレンバスターを送ってとうとうタイトルを取れることができませんでした。さすがにジャイアント馬場であります。うまく切って返しました。今のはレースとしてはまずいですね。まずいですね、損したですね。そうですね、ちょっとダメージを残しています。さあ家族が見ている前でタイトル奪還なるかどうか、ハリーレース。さあここでチャンピオンのジャイアント馬場一気加勢に攻め込んで2度目の防衛はもう目の前です。ネックブリーカードの大技を展開する馬場。2回目の防衛どうやら成功しそうだ。どうだ、足を突き出しました。チャレンジャーのハリーレース、計算してます。もう後がないだけに本当に必死ですね、計算してますよ、今の場合、ね、全ての気力を振り絞って今日の戦いに挑んでいますチャレンジャーのハリーレース。そして今度はパイルドライバーはジャイアント馬場が見せます。脳天食い打ち、これがフィニッシュになるかどうか。しかしロープのそばだ。しかし抑え込んだ。カバーの体勢、右足を突き出す。ハリーレース右足を突き出しました。必死です。その右足を突き出したその奥に奥さんのイボンヌ夫人と息子さんがいます。さあ大変な一戦になってまいりました。 NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチ第4弾としてお送りしておりますが、ジャイアント馬場にとりましては2回目の防衛戦。第49代の世界チャンピオンの時には2回目の防衛戦でジャック・ブリスコに敗れています。その2回目の防衛というのが鬼門になるかどうか。しかも今夜は7日目の防衛戦です。さあダイビングヘッドバットを打ってまいりました。ハリーレース18番中の18番、ダイビングヘッドバットを敢行してまいりました。第54代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのこのハリーレース、そして2位スタンプです。過去の2試合でもこの2位スタンプ、それからヘッドバットによりまして額を切られましたチャンピオンの馬場。ちょっと馬場が危険な状態、返した。必死で返します。2回目の防衛。前半序盤戦はハリーレースが突然とワンハンドバックブリーカーを仕掛けて劣勢に陥りましたが、さあ今度はおっと体を浴びせ倒した。そのまま抑え込む防衛か、ダメ、返した。ハリー返しました。ハリー必死です。どうしても今夜が最後の NWA 世界ヘビー級選手権、アメリカに持ち帰らなければなりません。それが使命です。さあ脳天体決まり、ジャイアントパパ今度はダブルチャップ、脳天に炸裂。防衛かダッシュか、すごい試合になってきた NWA の世界ヘビー級の選手権。ジャイアント馬場2回防衛すれば自己の新記録にもう一つ新記録が加わります。ジャイアント馬場必死であります。ハリーレースも必死であります。顔面好調であります。さあボディに一発パンチを一斉いたしました。勝負の方は15分が経過いたしました。勝負は15分が経過いたしました。 NWA の世界ヘビー級の選手権試合、さあサイドスープレックスだが、あーっと決まった。馬場が対角線上に後ろ側に放り投げられました。ハリーレースカバーの体勢、馬場返しました。いいですね今のね、サイドスープレックスは効いてますね。今のは見事ですよ。頭の後頭部を打っています。馬場であります。ちょっと起き上がるスタンディングポジションを取る姿勢がちょっとルーズになりました。そしてハリーレースがパイルドライバー脳天食い打ち、これは効いたぞ。まともに当たりました。キャンバス中央、大熊選手あたりが気合をかけました。馬場生き返るか。帰った、返しましたね。馬場返しました、もう必死ですね。必死ですよ。2回目の防衛戦、ジャック・ブリストには2回目の防衛戦で敗れています。自己の新記録を伸ばせるか世界の馬場。さあ2位スタンプを打ってまいります。ちょっとこれは危ないですね、ちょっと動きが、チャンピオンの動きが鈍くなりました。徐々にこの力を蓄えておりますこのハリーレース、
中盤からどうやらハリーレースのペースになりそうですね。そして距離を測っておいて何でいくか、ダイビングボディ、ダイビングヘッドバット、ダイビングヘッドバット、これはうまくかわしました。やっぱり一瞬の隙をつきました、はい、よく見てましたね、はい、この辺りがキャリアなんです。過去20年のキャリアがあります、ジュリアント・ババ。あくまでも冷静、さあ立ち上がって先手必勝だ、先手必勝だ、膝をちょっとくの字、そしておっと16番アゴロ先端に打ちました。そしてそのままカバーの体勢、防衛か、ダメ、あ、返した、また返す、本当によく返します。必死、ハリーレース必死、そうですね、ものすごい必死の形相になりました。ハリーレース本当に厳しい表情です。どうしても返さなくてはなりません。アメリカにタイトルを持ち帰りたいハリーレース必死。16番顔面に、これがフィニッシュ、これがフィニッシュ、ファンは願っている、防衛か、ダメ、また返します。ハリー返しました。さあもう何が何でも防衛しなくてはなりません。今度はおっとジャンプ1番、今手を落としたんですか、手を2サップですか、膝ですね、はい、手刀ですか、はい、手刀を見事に落としました。さあハリーレースがグロッギーだ、ハリーレースがグロッギーだ、ジャイアントババチャンス、ここはチャンス、もう1回ジャンプ1番、手刀を落としまして額がどうやら切れたようです。ブルーのキャンバス、ブルーのキャンバス真っ赤に血塗られました、はい、おっとハリーレース出血、チャンピオン有利、チャンピオン有利、その激しい血が目の中に入ります。さあジャイアントババ一気火星に攻めるか、大きくロープに飛ばして、さあ16問、16問カウンター、いよいよババの殺人コースか、ババの殺人コース、さあ防衛が近くなってまいりました。いいペースですね、そして川津だけ、川津落とし、これは決まっただろう、2回目の防衛、さあロープににじり寄る、ロープににじり寄った、ハリーレースロープににじり寄りました、かろうじてロープに助かりました、ロープブレーク、あーリングサイドのミセスとね、いつの間にかいなくなりましたね、リボンの夫人と、それから9歳の坊や、ジャスティン坊やが、おっといますね、ジャスティン坊やがいます、2人がもう一生懸命この試合を観戦しています。さあジャイアントババはまだ有利だ、まだ有利だ、さあ出血をしております。ハリーレースさあ必死です、なんとしても NWA のタイトルをアメリカに持ち帰る、この義務感だけでしょう。ハリーレース、さあ一瞬にして攻守ところを変えました。ハリーレースがセカンドロープ、セカンドロープ、トップロープ、ジャイアントババ気がついた、殺人ホイップ、デッドリードライブの体勢、過去2回も成功しているデッドリードライブ、引いた、リングの中央、さあロープに飛んで何を持っていくか、おっとおっと、ボディープレス、ダイビングボディープレスは失敗、両方の膝が、両方の膝が胃のあたりに炸裂、これは思いもやらぬハプニングであります。よく見ておりました、チャレンジャーのハリーです。ハプニングが起こりました、両膝を膵臓に打ち当てました、両膝を膵臓に打ち当てました、胃袋のあたり苦しい、ジャイアントババの表情、さあ一瞬にして攻守交代、さあここで生き返るか、チャレンジャーのハリーレースが大技ブレンバスター、いや脳天食い打ち、これは怖い、145キロの自らの体重で損してます。さあそのまま覆いかぶさったタイトル移動か、あよく大丈夫だ、あよく返した、チャンピオン守ります、まだチャンピオン守ります、第55代の名誉にかけても何としても守り抜かなきゃなりません。今夜のこの尼崎の超満員のお客様もそれを願っています。一方のハリーレースは家族、奥さん、そして坊やの前でタイトルをアメリカに持ち帰ることができるでありましょうか。さあネックブリーカードロップ、さあ必死で返しました、ジャイアントババネックブリーカードロップ、リングの中央、ロープに逃れることはできない、カバーだ、これはチャンス、ババチャンス、防衛か、ダメ、必死で返します、返しましたね、凄まじいスタミナですね、そうですね、勝負の方はいよいよ20分が経過してまいりました。白熱した NWA の世界ヘビー級の選手権、まともや流血戦になってまいりました。チャレンジャー死体を切っています、ババはまだ切っておりません、スローダイビングボディシザースドロップ、フライングボディシザースドロップ、キックがダメ、よく返したですね、よくジャンプしました、両方の足を相手のボディに絡ませました、フライングボディシザースドロップ、これはもう効いたかと思いましたが、ハリーレース必死で返しました。そしてジャイアントババがセカンドロープから何を持っていくか、何を持っていくか、トップロープから、トップロープから、さあ飛ぶのか、飛ぶのか、おっとさあウルトラシーを見せるか、おーそのままフライングボディアタックだ、フライングボディアタック、聞いたが逆を返された、片指片指、危ない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 、負け、一瞬の逆転技、一瞬の逆転技、ババ敗れました、今カウント3が入りました、ババ敗れました、ババ敗れました、ハリーレース、ハリーレース勝ちました、またしてもタイトル移動であります。
この瞬間第56代ハリレース今の世界チャンピオンまた誕生いたしました。今奥さんのイボンヌ夫人坊やも喜んでいます。ババ敗れました。思い切ってババにしてはウルトラシートップロープからフライングボディアタックを見せたんですけれども、一度フライングボディアタックを受けましたハリーレース、一瞬体を逆転させまして片エビ固めで抑え込みました。ハリーレース、日本で第56代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、ここに誕生であります。再びアメリカに帰ります。ハリーレース、 NWA の世界ヘビー級のタイトル、時間は20分56秒。さあ坊やジャスティン坊やにを抱きかかえております。ニューチャンピオンのハリーレース、奥さんも祝福にリングサイドに駆け寄りました。再びアメリカに戻されました。世界一価値あるベルト、 NWA の世界ヘビー級のチャンピオンベルト、銅に巻かれました。ハリーレースの銅に巻かれました。日本テレビから勝利の大トロフィーがニューチャンピオンハリーレースに渡されます。またしても世界のジャイアントババ王座7日殿下に終わりました。2回目の防衛戦はババにとっては大きな鬼門と言えます。倉本さんね、はい、馬場選手は左胸をね、かなり痛めたようでしてね、今冷やしておりますね、手拭いで冷やしてますけども、はい、かなり痛めたようですね。そうですね、ちょっと今後ダメージが残りそうで、あ、これは嬉しい。イボンヌ夫人です。イボンヌ夫人です。そばにおりましたファンが握手を求めています。イボンヌ夫人も非常に嬉しそう。敗れた福島大会の時にはもう本当に泣き出しそうな顔をして控室に戻っておりましたイボンヌ夫人でありますけれども、祝福を受けております。ニューチャンピオンのハリーレース、第56代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンということになります。しかし敗れた馬場、日本選手で2度も世界の最高峰 NWA の世界ヘビー級に君臨した事実は永久にプロレスに残ります。今後世界のジャイアント馬場、また気持ちを新たにしまして再び王座を狙ってほしい、そういう気がいたします。 NWA の世界のヘビー級のチャンピオンになれるいわゆる器は日本ではジャイアント馬場以外に考えられません。ジャンボ鶴田も今一つ、タイガー戸口もキャリア不足、馬場にもう一度返り咲いてもらいたい、そういう感じがいたします。惜しくも敗れましたジャイアント馬場。さあニューチャンピオンの流血でこのタイトルを本当に文字通り視力を尽くして勝ち取ったという感じですね。田澤さん、今はね、馬場選手の勇み足だと思いますね。あそこで間を置かなければね、よかったんですね。そうですね、自ら墓穴を掘ったという形ですね、はい、残念でした。もう放送の前半にですね、ジャック・ブリスコに敗れた時、第49代のチャンピオンになった時に2回目の防衛戦で敗れ、そして7日殿下に終わった、今日も同じようですね。つまり、1回目のね、はい、同じことを2度やるわけにはいかなかったということで、あれがまずかったね。そうですね、この2と7の数字がですね、ジャイアント馬場にとりましてジンクスにならなきゃいいんですけどね、再び取り戻してもらいたい、そういった感じがいたします。ニューチャンピオンのハリーレースの表情であります。背中にも何かこう喜びを体いっぱいに表しております。第56代の NWA の世界ヘビー級のチャンピオンハリーレース、堂々ジャイアント馬場に2回目の完工で見事にタイトルをもぎ取った試合をお伝えいたしました。今夜はこの辺でお別れいたします。田澤さん、どうもありがとうございました。全国のプロレスの皆様、ごきげんよう、さようなら。トップロープへ登ろうとする、しかしジャイアント馬場がここで気がついた。さあ、上肘レフリーを突き飛ばしてデッドリードライブ、すごい殺人のエッジ、デッドリードライブ、チャレンジャー馬場、さあ起こった、チャレンジャー起こった、やる気満々。さあ世界チャンピオン、ジャンピングネックリーピーブリーカードロップ、さあ決まるかカウント3だ、ニューチャンピオン誕生。第55代 NWA の世界ヘビー級のチャンピオン誕生の瞬間です。